どうもこんにちはギター弾きの宮脇です。え今回はですね第一回目ということで今や飛ぶ鳥を落とす勢いの、えー、ギタリストアッシュさんに来ていただいております。アッシュさんどうもこんにちは。こんにちはよろしくお願いします。にお疲れ様です。はい。本物だっていう感じで。いやいや,いやもう僕からしたらもう宮脇さんが本物だみたいな感じ <laughs> いやもうアッシュさんのその動画はよくですね、はい、SNS で結構流れてて。はい なんのう,うまい人いるなとかで、音いいなとか思ってよく見てて、<laughs> はい、それで、まあ思い切ってねあの、ツイッターでいらっしゃるんで、こう、はい、ちょっとアクセスしたらですねあの、優しい返事が返ってきましてですね、<laughs> それでネット上ではちょっとあのお友達になっていただいたという感じなんですが、はい、今日第1回目ということでね、はい、このアシんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、早速ですが、アシサ。アシ、はいえー、んの、あのー、うん、今、 もうギタリストこう活動してるじゃないですか。はい、それで、ギターを手に取った最初のきっかけとか、その年齢とかみたいなのを教えていただいた。最初手に取ったのは、はい、えっと、中学校の時に一回触ったんですよね。はい、<で>触ったって、ど、どういう触りかな、ちょっと持ったみたいな。<laughs> あ、持った。持った。持ったんですけど、ええ、コードが一個も覚えられなくて。多分こういうのはちょっと向いてないなって思って。マジで、そう、すぐ諦めちゃったんですよね。その。 いやアスさんだったらなんか黄金伝説的に「おしいですか?」<laughs> って言ってあと1日目で F いけたっていうタイプかなと思ったんですい,い,いや違うんですよ<え>全然覚えれなくて <laughs>、はい、であこれちょっとダメだなと思ってでやめ,やめたっていうかまあ置いてあるみたいなまあ最初やっぱかっこいいから入るんで形から入る。友達から弦サビサビのやつを借りて<あ>なんか単音でディー,ープアップルのスモーコンドウォーターとかなんかピン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 引いてたんですけど。<laughs> ちょっとうまい人いっぱいいるから <laughs> 無理だなと思ってでそこから時が経って「はい、でベック」っていうアニメが当時あったんですよ、ねはい、ありましたねその後実写化もされてあるんですけどその漫画がすごい好きで,でそこに出てくる龍介っていうギタリストがいるんですけどその,その人というか、まあ、実在しないんですけどその人がかっこよすぎて俺もギター弾きたいってなったのがきっかけです。 え、っていうことは、ヤングミュージック、NHK のヤングミュージックショーとかで、こう、キスを見て始めたとか、そういう類の感じとかでは。それちょっと昭和すぎますけどね。あれですかじゃあ、その、ベックのあの漫画ね、ですありましたよね、音楽の。はい、あれでハマって、で、もともと、その、僕、はい、もう3歳ぐらいになる前に、もう生まれた多分前ぐらいから、ずっとその、キスとか、セッペリンとかは、もう聞き飽きるぐらい、その家で流れてたんで。はい、あ、じゃあ、もう、 ご両親がもうでであでもロックに限らずプリンスとか<え>あ、まあ、そういうブラックコンテンポラリーもそうだしいろんなジャンルクラシックもそうだしずっと長いやってすごい嫌いだったんですよねだからその聴<え>きすぎてあ聴きすぎてあまたこれだみたいなあじゃあ日本のテレビで あのいろいろこうアイドルもんとかが流れるんじゃなくて、はい、割と洋楽系の洋楽が多かったですがずっと流れてて、はい、なんで車の中とかでも「そのキスの「アライブ2」とか完成で始まるじゃないですか <laughs> その完成のパターンでなんかあ絶対この「リフ」ってワードその時知らないですけどこの音来るなあ来たもう嫌だなこれみたいな幼少期でした。 すすすごごいいででね、うん、今思えばすごい恵まれてててし感謝してて耳に入ってきたわけですよ、ねはい、なんでそれがすごい大きくて実際にギターを持ってから最初はやっぱその邦楽のロックバンドすごい好きで、うん、あの高校の軽音楽部でこうコピーしたりとかしてたんですけどある日その親父に「ギター弾くんだったらさ」みたいな,なんかこういうのやんないとって言われたのがそせっぺンの2枚目に入ってる「Good Time, Bad Times」って曲があって最初はまあ親父の言うことだから素直に聞き入れたくないんで。 じゃんじゃん簡単じゃんみたいなもううるさいな、まあいラッキーでじーダですもんねそうすごいシンプルだなと思ってたんですけどそっからブレイク入って最初ベースソロで、はい、おなんだろうみたいなちょっとかっこいいかもしれないなって思ってでその次のブレイクでギターソロ入るじゃないですかこれだみたいな僕がやりたいやつはギター弾きたいのはこれだみたいな、はあ、じゃあジミー・ページジミー・ページ大好きですえ<ー>そうでそっから急にもうシフトしてバーンと洋楽の方へ行って,ってペンタトニックで見せる ギターヒーローみたいな。で、スラッシュとか、エアロスミスのジョペリーとか、いろんな人を聴くようになって広げていって。で、その時にそのペンタを覚えてから、こういろいろ、なんていうんだろう。あの、ここでこうあるよね。 このフレーズよく来るよねみたいなはいはいはいっていうパターンがもうそのちっちゃい頃でもうだいぶ入ってたんであすね耳で覚えてる感じそのあここでよくこのパターンあったなっていうのがそうそう頭でこうちゃんと覚えてるというか感覚で入ってたんでギター弾くのは初めてだけどこのあとこういう感じのやつよくあったような確かとかをもとになるほど掘り起こしていくみたいなそうなんですよねだから最初は話戻すと F メイジャーとかは あの挫折しましまたもうなんかこう押さえれなくてこんな感じになってたんで <laughs> そうでこれ無理だなと思って3か月ぐらい挫折してギターやめてでまた興味ふと出た時にちゃんと押さえてあ<ー>であ行けんじゃんみたいな意外とやめてた方がギター上手くなるんだなみたいな <laughs> <laughs> 思ったりとかして <laughs> 高校に入った時から軽音楽部にも入ってそこからもうエレキ手に取ってバンドをいっぱいやってやって郊外でもやっていろんな人と会ってはい、はい、そうです いろんな影響を受けていろんな音楽に出会っていくみたいなじゃギタリストその10代の頃に影響を受けたギタリストは、うん ジミー・ページでしょジミー・ページ、スラッシュ、クラプトン、チャーさんとか、野村義雄さんもそうだし、あとはフリーのポール・コゾフとか、ポール・コゾフ、とかくと。泣きの泣きのとか、ピンク・フロイドのデビッド・ギルモアとか、あとはゲイリー・ムーアとか、あとはジョン・メイヤーも世代的にあれ、世代、ちょっと遅いですけど、ジョン・メイヤーとか、あとはジョージ・ベンソンとか、ラリー・カールトン。あ、そっちもそっちもすごいです。高校の時に、はいすでに。そうです。 とかもデイビッド・ウォーカーとかプリンスもそうだしもう上げたらキりないぐらいまあでもその中でもエース・フレデリーとかはい、はい、結構メタル系にはいかなかったです唯一好きではあったんですけど<あ>そのプレイとしてはメ,メタルじゃなくてハーブロックっていうその,うそ,のそうですそうですあ,のあ,のあそこら辺の、はい、あれですね ?HRHM になっちゃうとちょっと違うのでディープープルじゃなくて「ツッペリ」みたいなあなるほどちょっとわかると思、ね、その感じわかりまかも 曲によって広島モナムードとかはすごいもうちっちゃい時から聞いてたんですけど。はい、っていうよりかはもっとペンタで。弾くためがある。あかるか歪ん。バンと慣れた時に。歪んで徐々にクリーンになっていく塩梅があるような。ロックが好きはい、はい。そうですね。そうですか。ガンとディストーションというよりかはオーバードライブで。ニュアンスみたいな。はい、そうだ。まあ、もちろん歪んでてもニュアンス、あのある人はもちろんあるんですけど。 特にそういうのが武器になるというかそういうスタイルのギタリストが結構下手馬みたいななるほどもう何でも弾けますみたいなスペシャリストってわけじゃないんだけど一個の音のパンチとか音のかっこよさ存在としてのかっこよさっていうところがかっこいいギタリストをすごい好んで当時聴いてました自分がんか早弾きとかできるイメージが全くなかったんであんまいや早弾き思いっきりやってますけどんかそんなにはやらなルル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  みたいなああいうのは結構苦手なんでっていうそういうのができないな僕はっていうのを高校生の時にちょっとなんとなく思ってたんでもう一音とか音数なるべく少ないシンプルなものを極めようみたいなそういう路線でいろいろギター練習したり聞いてました。あでもデモ動画アップされ と必ずそういうニュアンス重視の歪んだプレーってありますよね、うん、入れてますよね、はい、そうですねそ,れはそういうところがやっぱあるわけですね、はい、僕の軸というかスタイルの根本の部分ではあるような気がしますじゃあライブとかでもちょっとボリュームを下げて弾いてみたりとか、うん、そういうこともよくやるみたいなめちゃめちゃ触りますこれちょっと後半それいっぱいちょっと具体的にいろいろねちょっと秘密を聞いてみたいなっていう気になりますけどね、はいはい、よろしくお願いします <laughs> 楽器教則 DVD シェア、no. アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタートブルースアドリブソロ f マイナーというのは、ね、音楽理論機材セッティングなど、えー、DVD で人気の映像が100本以上見放題アドリブスケール音楽理論までギターの全てが分かりますアトススギターレッスン今日からあなたもギタリスト